おはようございます。おはようございます。今日はどんな予定があるんですか？今から送りバントさんという広告とか PR とかをやっている会社の会長さんに一日密着をさせてもらいます。写真を拝見した感じ、ちょっと強烈なイメージがある方だったので、ちょっと緊張するんですけど、行ってきたいと思います。はい、今到着したんですけど、着いたら高山さんって大声で呼んでくださいって言われたんですね。だから今からちょっと頑張って呼んでいこうと思います。聞こえはったかな？あ、こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。ごめんなさい、まだ来てなくて。あ、そうなんですか。あ、11時かららしいです。今家出て何分着く？ 10 分ぐらい。ごめんなさい。はい、ごめんなさい、すみません。はい、じゃあすぐ来てください。はい。おはようございます。おはようございます。調理始めます。社訓の昭和をします、はい、どうす。飲み屋でママやマスターに迷惑をかけないと。うん、かけない。普通大盛り飯を頼んだら残さない。残さない。残さない。借りた金は遅れてでも必ず返す。はい、友人のパートナーと事故らない。事故らない。どんなに儲かってもおはぎ三原則を厳守する。おはぎ三原則とは、怒らない、はしゃがない、イラつかないです。はいはいはい、はいはい、この社訓を遵守して今日も一日頑張ってもらいましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと本社のアドレスっていう会社なんで、はい、そこに行きます。はい。高山さんで大学卒業後どんな経歴なんですか？俺は28の時から入って、あとでその中国社もあるから、でたまたまその中国に募集があったんだよ。それ募集出したらさ、英語も喋れません、中国も喋れませんからダメって言われて、でも行きたかったんだよね。でそれで、だから俺はほら中国映画をずっと見続けてるから、うん、下手な中国人よりも詳しいわけよ、うん、広告るんだし、ほらそういうの分かんないとダメ、カルチャライズできないとダメでしょ、それなんで、ほらそういうことができるっていうみたいな難癖をつけて、じゃあ行ってきなよって話になっていけたんだよね。すごい。5年間上海で働いて、もう本当に楽しかったんだけど、最終的には営業総括部長みたいな役職だったとかさ、帰ってきて送りバント始めて、今9年目だ。来てるなら連絡ください。領収書ください。はい。いつまでに出しますか？月曜日。絶対出社してるんで必ず持ってきて。それがね、はい、お客さんと営業があったんだけど、はい、無効都合でキャンセルになったから、時間が空いたから犬の散歩しようと思って。あ、めっちゃいいですね。散歩しよう。よかった、嬉しい。経理の赤ちゃんの息子に子供って今度会うよって、うん、これさ、服好きだから、うん、地方の古着屋とか行ったり、ヤフオクずっと張り付いたりとか、うん、ほら好きだからさ、セットグループが生まれるのが選んで買うわけじゃん。高山さんが選んだ服だからって、ちゃんと服を探してる人がやるのさ、とは違うじゃん、うん、みたいなのでセットグループが生まれる。だって専門知識なの。専門知識が分かる人は、ほらその会社の新しくさ、その興味を持った専門知識に対してもさ、うん、ほら勉強できる土壌がある人なんだ、うん、で、取ってたパートナー紹介って、なんか分けありとかさ、うん、何か募集してるじゃん、うん、でこれってさ、下にあるじゃん、うん、なんでこれって広告なのに、広告って本当は目立つとこにあるじゃん、うん、でも下にあるじゃん。でこういうのを見る人って下向いて歩いてるんだよなとか、または犬の散歩のためにやってるのかな、犬ターゲットなのかなとすら思うから、犬の散歩やってる人って結構もしかしたら一人で寂しいから犬飼ってるし、うん、だからここにあるのかなとかっていうのを観察するんだよね、うん。相談していい？ああ、いいです。これだけで？子供に伝えるために、いろんな人が子供にプレゼンするっていう。ああ、なるほどね。動画とかね。動画とか。例えば、すごいよね。すごくない？企画力。絶対さ、ポイントって言われる。一瞬で。じゃあ、そうです。じゃあ、そうです。これ、いいですか？3000円しか。子供たちが僕は私払う。お疲れ様でした。ごちそうさまでした。どうも。よろしく。席選んだから、なんで僕が。
なんとなく奥がいいんじゃないかなっていう。なんとなく奥だよね、はい、あの奥って一番水汲むところが一番遠いから、はい、例えば空いてるから水汲むところの真後ろが一番いいわけだよね。我々はね、ピアノフォールポジションなんだけど、はい、みたいなのがちょっと分かるようになってくる。運営はしてるよね。これから運営をしたいって言ったら、でもそういうみたいなのが得られてて、で、見てると楽しくしてる。はい、できる。お、すごいよ。おー、すごい。大人じゃないですか。すごい。なんで呼ばれたのか全然分かってない。なんか、銀行のカードを俺ず取り上げられてるっていうお話出したと思うんですけど、だから、キャッシュが常にないんですよね、自分の。こうぐらいですか。いや、あの、今何回してもらえませんか。撮影してもいいですか。大丈夫です。お願いします。シャインマスカットと巨峰くれて2万円くれる人って いや全然全然2万円はくれてない。あ、そうだ、買わせてくれる人はいないよ。大丈夫です。なんか高山さんがこう自由じゃなくなるのって見たくないんですよ。いつもそう言ってくれてお金貸してくれるよね。この人が自由を剥奪されることってイコール僕らの自由が剥奪されることと同じことだから、なりたい人なんですよみんな。結局そう、実はこうやって行きたいなって思ってるけど、そうはいかない事情がみんなあって、だったら高山さんだけはそうであってくれっていう思いがみんなあると思う。なるほどなるほど。だから金借りられるのか。そう、苦しい思い、しっかりご飯食べてね。今何されてるんですか。今はこの後夜DJやるんで、うん、それの選曲をやってるんですよ。なんか行く前にちょっと間違い行ってさ、ちょっと買い物してきてもらってもいい。はい、全然大丈夫です。いい、はい。まあ、ドリロコスを今から食べるんだけど、この中でもちょっとドリロコスの中でも今日はちょっと特殊、俺たちが作って最近で一番うまかったドリロコス。はい。葉っぱのこれ、牛丼、これ紅生姜、七味で、このフレンチドレッシング、これで完成ですか。ドリロコス、松屋のドリロコスで松ロコス。松ロコス、いただきます。待ってました。美味しいでしょう。うん、悩まれて、そうそうそう、そんな別に。で、これあ、これなの。はい、ありがとうございます。あ、大丈夫でしょ。はい、ありがとうございます。すいません、また貸してもらって。あ、これを若いし、はい、もう一回貸すの。高山さんの金だからもう本社と連動もしなくなるとさ、うん、ね、たまにしか岡村さんにも会えなくなる。うん、また会えるからね。うん、最近金借りてるうちは絶対に会えるから。そうですよね。大学を卒業するとさ、本当に友達に会わなくなるんだよ。うん、これなんでかなっていうの俺は考えたんだよ。そしたら結局ね、小学校の友達が大学の友達とかって毎日とかさ、週にさ 2,3 回やってたじゃん。だから仲良かったの、ものをたくさん会うから、うん、そういうところってさ、もうないじゃん。そんな中で飲み屋って一人で行くといいみたいな見つけたら、そこずっと通ってるとさ、友達がどんどんできてくるんだよね。自分はそれをやってるというか、酒を飲まなくても行けるということなんだよ。俺私飲めないからとかじゃないんだよね。やっぱコミュニケーションを取る場所でもっていう側面もあるから、酒が飲める人だけが行くとこでもない。うん、聞いてほしいの。あ、そういうことね。で、クリスマスしますし、いろいろ今日一日どうでしたか。いや、めっちゃなんかカオスな一日だったんですけど、高山さんにいろいろお話を聞いていく中で、苦手なところは無理して伸ばさなくていいんだなって思いました。それよりもどうやって自分の強みを伸ばすかを考えたいなと思いましたし、そのためになんか自分もいろいろいっぱい行動していきたいと思いました。一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。